県民ロビーコンサートは毎月第4水曜日に開かれています。今日は仙台フィルハーモニー管弦楽団が出演し、和田和樹さんの式に合わせてワルツ、春の声や闘牛士の歌などを披露しました。初めてなんですけど、チームワークができてて、とっても感動しました。日常生活から ねちょっと離れてね、30分でも曲に、親しむっていうことがとてもいいチャンスでした。県庁1階のロビーにはおよそ500人が集まり、美しく迫力ある演奏に耳を澄ませていました。10月には400回を迎える県民ロビーコンサート、次回は来月24日に開かれます。